ゲエン、タイプラーは、太陽国南部の料理、ゲエンである。タイプラーという魚の内臓を発酵させたソースが、名前の由来になっており、この料理に強い香りと風味を与えている。この料理は、通常米飯と共に提供され、口直しの生野菜がついてくる。ゲエン、タイプラーの接者。ゲエン、タイプラーは、かなりスパイシーな部類のカレーになる。 刺激的な味付けと鼻にツンとくる風味が特徴で、通常は地域の人々とマニアの間で飲み楽しまれる。基本的なレシピでは、主な材料は野菜と魚のみである。また、エビが使われることもあり、バリエーションによっては、水の代わりにココナッツミルクが用いられる。タケノコ、タイナス、豆ナス、十六ササゲ、生唐辛子というのが一般的なレシピになる。 その他、ねじれふさ豆の木、ベイビーコーン、かぼちゃが加えられたり、タケノコがない場合は代わりに、ジャガイモが用いられることもある。これらの具材にタイプラーが加えられ、この料理の独特な香りと風味を決定づける。加えて、シュリンプペースト、ウコン、オーバンガジュズ、レモングラス、コブミカン、赤唐辛子、胡椒、玉ねぎ、ニンニクが香辛料として用いられる。 ありがとうございます。